アの字、小豆は、豆かささげ族小豆キ族に属する一年草。種子は、豆の一種である。使用図とも言う。以前は、インゲン豆族や、小豆族に入れられていたことがあった。祖先の野生種である、ヤブツル小豆は日本から、ヒマラヤの商用樹林帯に分布し、栽培種の小豆は、極東のヤブツル小豆と同じ遺伝的特徴を持つ。原産地は一般に、 東アジアと考えられているが、栽培化が起こった地域を再検討する必要がある。日本では古くから親しまれ、縄文時代の遺跡ら発掘されているほか、古事記にもその記述がある。滋賀県の淡津古帝遺跡やトロ遺跡などから出土しており、古代から各地で栽培されていたと考えられる。大豆という名前は中国大陸の漢字、大豆由来と考えられる一方で、 小豆には小豆と漢字が当てられるが、その読みは小図であり、小豆は大和言葉であると考えられる。小豆の名称の由来については以下の各説がある。古事記には殺された大月姫の花から小豆が生じたとする。万葉集2580.25822899では、小豆なくの小豆に小豆の漢字を当てており、この語が 奈良時代からあったことがわかる。日本における栽培面積の6割以上、生産量の4分の3を北海道が占める。北海道の他丹波、備中が日本の三大産地である。低温に弱く、障害を受けやすいため、霜の売りなくなった時期に発種される。日本産の品種には、以下のようなものがある。エリモアズキの開発によって、 収穫量は大幅に増大した。赤飯島編集古くは赤米で炊いたご飯が赤飯であったが、現在は少量の小豆入りのおこわ、またはもち米の飯が一部地域を除いて、最も一般的な赤飯となっている。ただし、小豆は水に浸して戻すための浸し時間を長くするほど加熱中に割れる、胴切れが起きやすくなる。関東地方などでは、 切腹に通じるとして、武家では避けられ、赤飯に、小豆ではなく皮が破れにくい捧げを用いる地域もある。また、祝いごとの席で食す料理の一つに白米と小豆で作った小豆粥がゆがある。日本では1月15日に小豆粥を食する風習が年中行事として残る。菓子類、編集和菓子や中華菓子の重要な原料の一つ。 和菓子業界では使用図とも呼ぶ。あんにして、まんじゅう、最中、どら焼き、たい焼き、今川焼き、あんぱんなどの中に入れる。ぼたもちの重要な材料でもあり、せっくなどの行事でも使用されている。強度料理等、編集栄養価、編集種子は低脂質で炭水化物が多く、他の豆類同様に、高タンパクで、食物繊維が豊富であり、無機質や、ビタミンも、 多く含む。約20%は、タンパク質で栄養価が高く、カリウムや亜鉛などのミネラルも豊富である。ビタミン B1 が豊富であるが、安ンにすると激減する。赤い品種の皮に含まれる紫色色素は、歴史的にアントシアニンであると信じられていたが、2019年に、この 紫色色素として、シアニンとカテキンが縮み感した素水性物質、カテキのピラノシアニジン類が発見された。ありがとうございます。